例えばその女性側がごめん生理中なんだって言った時にパートナーが全然大丈夫だよしようよっていうことは果たして OK かブブーか。これシェリーのお風呂場、アヒルちゃんたち、今回は生理中のセックスの話しちゃおうと思います。生理中のセックスの話って意外とみんなしないよねなんかこれってもちろん学校の性教育ではまあ一切触れないけど、そうじゃなくても友達同士とかでも下手したらパートナーともちょっとしづらいというか、なんかなんとなくずっと触れずに来ちゃう息みたいなところってない？そこにシェリーのお風呂場はガツガツ踏み込んじゃうの。どう思う？なので大前提ですけども、今日の話はとってもデリケートでありつつニュアンスがかかったとってもとっても大人な話と思って、なんでこんなこと言うかっていうと、この生理中のセックスについては絶対的な正解っていうのはもしかしたらないかもしれない。なので、だからこそみんな触れづらかったりとか、だからこそお医者さんだったり学校の先生だったり性教育者だったりがなかなか触れてくれないっていうところもあると思う。けど基本的にはシェリーのお風呂場では正しい情報、今分かっているいろんなメリットデメリットを全てお伝えして、みんなのことを信用して自己判断してもらおうと思います。なのでチャンネルとして何かをめっちゃ推奨したりとか何かを絶対やめなさいっていうことはないので、ここではみんな情報集めに来るというつもりで今日の動画を見てほしいなと思います。そもそも生理中のセックスってしていいと思う？っていうかみんなどうしてる？なんかなんとなくやめた方がいいよねとか避けた方がいいよね、体に悪そうみたいな、とかあと不衛生そうとか、なんかちょっと気持ち悪い汚いみたいな風に思ってる人も結構多いのかなって、なんとなく私も肌感覚では思うんですけれども、じゃあ実際のところどうなのか、例えば医学的に果たして安全なのかとか清潔なのかとか、あとはパートナーとのコミュニケーションの中でどういうふうに向き合うのが正解なのかみたいなところをなんとなく今日いろいろ話していきたいなと思います。まず大前提、私もねもうこのお風呂場を始めて、しばらく経つのでこれに触れるということも忘れてたぐらい、アヒルちゃんたちはもうみんな分かってると思うけど一応触れとくね。安全日はありません。なのでこの日とこの日の間だったら妊娠しないらしいよとか、生理中はこう体の中から外に出す作業をしてるから精子が入んないよとか、性感染症にならないよっていうことは一切ございませんね。なので当たり前だと思ってるけど、私はみんな一応ちゃんと本当に覚えておいて、何回も何回も言う大事なことだから、避妊しなくていい日とか性感染症を気にしなくていい日っていうのはいわゆるサイクル、月経の1ヶ月のそのサイクルの中にはないので、それはそれセックスをする人の大切な責任として性感染症を防ぐ、自分の体を守る、ね、そして避妊をしっかりする、子供欲しくない人はね、これは絶対にしっかり自分たちで守ってください。まず、生理中だからセックスをしちゃいけませんってことは基本的にはないと思って大丈夫です。生理中にエッチしていいの？そうなんです、もちろんエッチして大丈夫。けどここでもすごく大事なこと、生理中でも生理中じゃなくても体調がいい時も悪い時も妊娠中でも妊娠しなくてもどんな時でもセックスっていうのはお互いにしたい、したいね、しようっていう同意があった上でするものなので、
体的にセックスをしていいからしなきゃいけないってことももちろんないし、生理中にするのはなんかなんとなく引くとか嫌だとかっていうことを気にしてしちゃいけないってこともないです。何が言いたいかっていうと、私ね、これはもう本当に肌感覚、意外と生理中にセックスしちゃいけないとか、なんとなく不衛生とか汚いって思って、それで避けてる人も意外といるんじゃないかなって思うんだよね。もちろん本当に生理中はホルモンのバランスが崩れたりとか、なんか気分が乗らないとか、私今セクシーな気持ちになれないみたいなこともあると思うし、もっと言うとパートナーが生理っていうものに対してなんかこうちょっと怖いなとか、散ってやだっていうパートナーだったら、私はすごくしたいけどパートナーがちょっと引いてて嫌だっていうこともあるし、なのでこういう個々の感情はみんなもちろんあっていいし、ここでなんか理由があってしたくないっていう人はもちろんしなくていいんだけれども、でも意外と生理中のセックスって汚いとか嫌だ引く、生理中にセックス求めてくる男って最低みたいな巷の噂みたいなものを聞きつけて、なんとなくああそうかそうか、生理中ってエッチしちゃいけないんだ、生理中に求めちゃいけないんだって思ってる人も結構多いのかなって私はなんとなく思っていて、こういう性教育だったりとか、もっと言うとタレントとしてこういうこと触れていくのってちょっとデンジャーゾーンではあるんだけど、あえていこうと思う。したかったらして大丈夫、したかったらしたいって相手に言えるってすごいいい関係じゃない。なのでこの生理中にセックスをするかどうかっていう、あのパートナーとのコミュニケーションが実はすごい大事だなと思ってて、例えば2人で一緒にゆっくりしてる時になんとなくこうイチャイチャし始めてチューとかして体とか触ってなんか始まりそうだなっていうタイミングで、例えばその女性側がごめん生理中なんだって言った時に、パートナーが全然大丈夫だよしようよっていうことは果たして OK かブブーか、これどっちでもいいと思う。だってそれが素直な気持ちなんだもん。そのパートナー側は自分はすごくエッチがしたいっていうことを伝えることは、最低でもひどくも傷つけようとしているわけでもなく、それは自分の気持ちだから、それを言われた上で生理だっていう側の人が、あ、よかったよかった、私も本当はしたかったんだっていう可能性もあるし、あ、そうか、でも私ちょっと生理中はそういう気になれないから、なんかちょっとあんまりエッチしたくないなっていうことを言って、あ、そうかそうか、分かった、じゃあ今度にしよう、体調いい時にしようって言える関係性が一番いいよね。さあここで逆に、今日ちょっと生理なんだよねってパートナーに伝えます。でパートナーが、ああ、いいよいいよ、じゃあやめよう、今日はやめとこうっていう、さあこの時にパートナーは果たして本当に、あ、生理中だったらちょっと嫌だしたくないなって思ってるのか、あ、そっか、ちょっと気使わしちゃったな、自分はすごいしたいけどでも多分したくないから生理中だって言うんだろうな、じゃあここは断ってあげようって言ってあげてるのか、これめっちゃ微妙じゃない？これは最初の初めてね、その周期的に生理に2人のタイミングがバッチリあった時に、え、本当でも全然する気あるんだったらするけどっていうのもハードル高いじゃん。なのでそこの2人の関係性を作っていくっていうか、いろんなコミュニケーションを日々取ってる中で、もうちょっと踏み込んでみようかな、あ、もうちょっと言ってみようかな、自分の欲とか自分がこうしたい、こういうの好き、こういうの嫌いっていうのもうちょっと言ってみようかなっていう歩み寄りの中で、2人がそういうことが言える関係になれれば一番いいかなって私は思います。だから例えばパートナーに、あ、いいよいいよ、じゃあ無理しないでって言われた時に、あ、全然私はいいんだけどって言えるのが本当は一番いいのかなって思う。私は全然いいんだけど、もしなんかあれだったら嫌じゃなければしようよみたいなことが言える関係性ってすごい素敵だなと思って。でもちろんそこでパートナーは、あ、ごめんごめん、ちょっと血とか苦手なんだよ、ごめんごめんっていう感じだったら、あ、そっかそっか、じゃあいよいよ、じゃあ終わってからにしようみたいなコミュニケーションも取れるし、え、いいの、え、大丈夫なの、え、じゃあしようよってなったら、本当は2人ともエッチがしたい、2人でね、今日は近づきたいって思ってることが最終的にコミュニケーションを通して
ちゃんとつながれるっていうのはすごくいいことだなって私は思うので、ここのコミュニケーションを怖がらずに、なんかあえて踏み込んでいく、こういうふうに言ったら惹かれるかなとか、こういうことを言ったら嫌われるかなっていうことを気にしすぎる関係性も、もしかしたら今後セックスをする関係性としてあんまり安全というか心地よい関係じゃないかもしれないので、本来やっぱりセックスっていうのは恥ずかしいし、なんかこう失敗したりとか変な体勢になったり気まずいことがあったりするものだから、それを2人で楽しめたり、セックスの全てね、ドラマとか映画みたいにキラキラ素敵みたいな世界じゃないから、その気まずさ、恥ずかしさ、面白さを2人で楽しめるっていうのが本当は一番いい関係だと思うので、そこに近づくためにもしかしたら生理も一つのコミュニケーションツールとして使えるのかなと個人的には思います。さあ、この話をする中で一個大事なことがあって、生理中っていうのは以前も、まあ、妊娠の仕組みの時にね、生理の話はしてるんですけども、これな、その生理中の仕組みっていうのは、この子宮の内膜が剥がれ落ちてくるのが生理なんだけども、剥がれ落ちてくるタイミングでセックスをすると、この内膜が逆流して、これが原因で内膜症になっているかもっていう説があるんだって。なので、まあ、これを考えたらもしかしたら生理中は避けた方がいいかもねっていう考え方ももちろんあるし、まあ、まだ施設なので分かんないっていうこともあるので、何とも言えないっていうところが本当のところかな。でももしかしたらそうかもねっていう話があるよっていうことなので、めちゃめちゃ内膜症が怖いとかちゃんと気をつけたいっていう人は、またさっき言ったみたいに自己判断でも、リスクを分かった上で2人の距離とかそういうことを楽しみたいっていう人は、それはそれで自己判断、みんな自分で決めていくことだからねっていう話。これらをいろいろ踏まえた上で、いやいや私は生理中にもセックス楽しみたい、2人はすごく関係がオープンだし、2人の関係性はすごく心地よくて生理中でも全然気にせずにセックスできるっていう2人なんだったらば、生理中に気をつけること、例えばセックスをする前に1枚ビャッとタオルを引いとく、そうすると汚れをあんまり気にしなくて済むよね。シーツを洗って、なんかこう枕カバー洗って全部洗ってとかっていうとすごい大変なので、例えばシーツの上にバッて大きめのタオルを敷くっていうことも有効だし、あとはもう本当にお風呂場でしちゃう、まあね、もちろん体勢とかいろいろ気をつけなきゃいけないけども、あとはザーって洗い流しちゃえばいいし、自分の体もザーっと洗い流せば綺麗になるので、いろいろ工夫すれば生理中のセックスも楽しめるので、2人でいろいろこう発想をこう出し合って、なんかこう工夫したりするのも楽しいかなと思います。ということで、まあ、今日の生理中のセックスの話っていうのは、私的にはすごい触れたかったしやりたかったんだけども、正直アヒルちゃんたちの中でもちょっと上級者コースの話だったかもしれない。もしかしたら私はきっとみんな冷静に私の話を聞いてくれて、いろいろ判断してくれるから大丈夫かなって思うんだけども、どうしても性教育っていうのは、変なことを伝えちゃった時に、万が一誰か被害者が出ちゃった時にすごくやっぱり怖いことなので、教える側がとってもとっても言葉を選んだり、とってもとっても気をつける話題ではあるのね。でそれはすごく私も大事なことだと思うし、性教育の中で雑にいろいろなんかこうセックスセックスって喋ればいいとは本当に思ってない。だけどもセックスってやっぱりとってもとってもコミュニケーションだったり、白と黒じゃない世界というかね、なんかやっぱりこうニュアンスのかかったものなので、そういうところにどんどん踏み込んで、みんなで本音を話し合える場所に、このシェリのお風呂場になれたらなって思ってるので、あえてちょっとここに踏み込んでみたっていう今回は動画なので、いろんな意見もあると思うし、そこはもうオープンなコミュニケーションを取りたいなと思ってますけれども、学校とかではなかなか触れてくれない話題ではあるのは、なんでかっていうと、今日みたいな話はすごく正解が伝えづらい、なぜなら正解がないからなので、あえてこう思うこう思うみたいな話をしていくのも楽しいかなと思って、今日はこれに触れていきました。ぜひね、どう思ったか皆さんからのコメントをお待ちしています、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画のいいねボタンも押してってください。今回はみんなで考えてみようっていう回になったと思います。
それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。